はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。プレイフォーザーコットの続きをプレイしていきたいと思います。前回はちょっとうろうろして、アップグレードですねをしていたわけですけども、録画外で少し素材集めまして、まずそうですね、全体的にまず星が1、風呂敷も風呂1ですね。風呂1じゃない、星1ですね。で、バッグだけレベル2にしてます。星2にしましたね。すぐ結構埋まっちゃって、バッグちょっと優先で1段階上げました。で、あとは、武器は、まあ弓矢ですね。で、近接武器のこのソードは、普通の雑魚敵が時折落とす感じですかね。うん。で、まずはお肉溜まったんで、前回なんか捧げ物みたいな祭壇のところですね、そこにまずこれから行ってみようかなと。こっち側だったかな。本当はもう少し録画外でうろうろしてアップグレードしたかったんですけど、イノシシとかが全く出なくなってしまって、先にそろそろ進もうかなと。で、これですね、上もちょっと気になるんで上の方もちょっとチェックしてそれから行ってみますか。ふつける無理か。 OK。 で、ある程度一気に上に行きたい。この巨人の顔とかに何かある？違う。何もないですね。よし、じゃあ下に降りて。で、お肉を ずれてしまった。なかなかこの中に入れるのが。よし。で、こっち側にも捧げ物して、これで、3分の2、お肉はなくなってしまうと。で、イノシシも多分時間経つとまた出てくると思うんですけど、なかなか待ってもられないんで、
じゃあ右の方行ってみましょうかね。左下はちょっとまだ早いような気がするんで。お、マップ。あ、近い。左。この上とかかな？この上っぽいですね。で、弓取って。獣。いや、これこの上を伝っていく感じかな。ちょっとこっから一気、あ、まず一回ちょっと温まっていこう。で、ウサギの肉が確か1個あったんで、焼く。よし。いやー、早速お腹空いてるなー。じゃあ上に行ってみましょうか。どうやってこれ行くかですね。さすがに一気に登るのは絶対スタミナが持たないと思うんで、こっち側からからこう登っていきますか。なんだあれ、なんか幽霊みたいな。待て、どうやって、見えない。あれ、いなくなったか。いや、寒くなっちゃうんで先急ぎましょう。よし、登れない。この辺かな。もうちょいですね。もうちょい奥。
お、なんかあるぞ。ボス。ボスとか。お宝の地図じゃないのかな。なんだ。あーな、うわー、ちょっと待ってくれ、なんか飛んできた、なんかいるな。まずこいつをどうにかしないと。あーなんか奥にいる、でかいの。ちょっと待って、死んでしまう。回復。お前ほんと弓矢かな、あの実体化してる時に。うわー待ってくれ、当てんの難しい。オッケー、うー、ちょっと待って。まず回復。いやこれ一回帰った方がいいような気がするな。うわ、あ、背中に弱点がある。一応まあ巨人巨像の一つかな。でもちっちゃいですね、中ボス的な感じ。剣使っていこうか。じゃあなんとかしたの背中に。おっ、ほっ、あれあんまり強くない。何やってんの俺。あっつ、あ、やべ、それやべ、それやべ。あ、こいつあんまり強くないぞ。待って、なんかため、危な、お、で、あ、ここで乗れと。乗る、攻める、攻める、あお前、お、あー、でも待て、あー食らった、ちょっと、回復。あと1回ぐらいじゃない？あ、またこれだ、これは危険。でもこの間に回復しよう。剣が壊れた。剣もったいない。
ないかな、コンボで。あ、やばい、またか。いやー、なんか溜めるな、妙に。早く倒さないと体温が。くー、あー、やばい、そう、ひるまされるのまずい。寝れない。3回ぐらい振るかな、もう1回ぐらい。で、この後溜めるんだよな。まだか。で、早く逃げる。オッケー、危ない、やばい、ちょっと体温が。うわ、やばい、距離離すとまずいよ。体温められるもの、体温められるものない。くわ、あ、やばい、距離離すとやばい。まだか。OK。 寒い、体温が。攻める、死ね。大量のなんか素材が。見たこともないのもあるな。あ、獣の皮。イノシシのこのなんか角みたいな。これまた違う剣だな。ちょっとチェックしましょう。おお、ほぼ全回復。で、が、お、グレート3、星3、これはちょっと残しておかないとダメですね、ここぞという時に。おお、よかった。で、これだけなのかな。あれ、なんか違うとこ来てないか。ちょっと待って。バツ印に向かったつもりだったんだけど、違うところに来てるな。
あ、なんか幽霊の音するな。一応中ボス的な感じですかね。これ上に何かあるのかな。とりあえずでもバス印にまず行きたいんで、この辺ここだよ。まさしくここなんだけど、なんもな、いや、なんも、これだって今まで普通に使っていた、いや違う、この洞窟入ったことない。ん？ここだ。お宝が、一回帰った方がよかったかな。あ、でも助かる、これは。あ、ちょっとパンじゃなかった。じゃあ古い鍵縄捨てて、もう壊れそうなやつこれですね。これをドロップして、こちらに拾って、なんか変な音はするんだけれど、休めるな一応。とりあえずこっち側に、あ、アイテム、あー来たー。
これでまたスタミナの最大値が、この洞窟の先も気になりますけど、そうですね、今回じゃあこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。